今度のアクトはですね、あ、そっか、ギターアンプがあるんだよね。ギターアンプをどうしよう。そうするとね、あのストリームにね入らないっていうことがあるんだよなと思って、で、解決策がある。大丈夫だよこいつを。え、拾えてるの？あ、マイクで拾う。あ、大丈夫。一応手はあるんだけど。じゃあまあいいや。あれ、もしかしてあれか、あのこの辺の音も拾うようにしてるんだ。あ、カメラマイクで拾ってる。あ、オッケーオッケー、じゃあ大丈夫そうです。はい、では、あ、ロップちゃん、ロップちゃんいる、おいで。どの移動、何を使う、逆に言うとカスタムみたいに見えて、あのロップちゃんの GT にもおいで。はい、はい、なんかあのロブちゃんがかけたかった曲が結構あれらしいので、ちょっとこれで録音してみて。あ、ごめんなさい、まだ準備はしてて、はい、じゃあちょっとロブちゃんがかけたかった曲、ちょっと説明。ああ、そういう説明があると思います。じゃあ、ちょっといいぞ。はい、
はい、ロップちゃんありがとうございました。えいえい、あのもっとやらせてやらせてはい、ではちょっとね、はい、準備の方ができたみたいなので行きましょうかね。はい、大丈夫ですか。ちょっとじゃあ、出してみます。はい、いいですか。はい、はい、では行ってみましょう。西岡さん、お願いします。
西岡ひどりと申します。ガレージパンクとかサーフロックみたいな音楽をチップチューンと一緒にやっています。よろしくお願いします。次は1950年代にジョニー&ザ・ハリケーンズってバンドがいたんですけど、その人たちを意識した曲をちょっと1曲やります。曲名は、人工衛星ツイストです。続きましては、リドリーア55という曲をやります。
カバー曲で、やっぱりあの50年代とか60年代にリンクレイっていう人がいて、その人の曲をカバーしています。いやこれはね、最後の曲です、一回でいく？最後の、あ、どうもありがとうございました。最後の曲は、あのさっき50年代のジョニー&ザ・ハリケーンズって人を意識した曲をやったって言ったんですけど、まさにその人たちの曲をやります。曲名はあの、なんだっけ、リベイルロックとかそんな名前でしょ。適当だよ。あの更新曲みたいな曲で、まああの聞けば、あ、このメロディー聞いたことあるかもしれないっていうメロディーかもしれません。というわけで、あのどうもありがとうございました。Alright, you guys, let it shine!
ございました。はい、西岡さんありがとうございました。まさかさ、スピチューのイベントでギターがさ、2本も出てくるとは思わなかったよ、これね。いや、とんでもねえよ、これ。はい、いや面白かったなね。いやもう、次で最後なんだよ、次で最後なんだよな、これね。でもね、まあ、最後にふさわしいね、この構成はね。準備よろしいでしょうか。あ、ちなみにこれはドクペフロート飲んでますドクペフロートいますよね。はい、で、どうかな、いけそうな感じかな。では、じゃあペダオンにするよ。